はい、それではガンノートオリジンスタートしていきたいと思います。今日のゲストは川瀬さんです。よろしくお願いします。川瀬です。よろしくお願いします。はい、川瀬さんよろしくお願いします。はい、今日はですねキンドリルさんと、はい、コラボという風な感じで、はい、ですね今日は、はい、皆さん見えますでしょうか。ギロッポンのいいんですねここね。ギロッポンの、はい、これ一番いいとこ、はい、東京タワーが見えるような感じのですね、はい、あの六本木ヒルズで今日ですね、あの配信をさせていただいております。はい、ではですね、ちょっとあの早速なんですけれども、ちょっとですね、画面共有をちょっとさせていただきます。はい、はい、皆さんですね、ガンノート、ご存知ない方もあの知ってる方もいらっしゃるかと思いますけれども、少しだけガンノートの紹介をさせてください。でガンノートは眼経験者さんのあのインタビューウェブ番組だったりとかしていてですね、ユーモアを交えながら今日カスさんもあの関西人ということなので結構そういったねあの掛け合わせしていきながら、医療情報に関してはやっぱり医療者にあの聞いたらいいと思うんですけれども、それ以外の情報ですね、どのようにこう乗り越えてきたか、家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、生活、それらをどのようにこう乗り越えてきたかだったりとか、どうしてたのっていった患者側の視点にフォーカスしてお届けするというのがガンノートの特徴となっております。かれこれですねもう10年近くこう活動が続いてきておりますので、まあそういった中でですね、あの今日は川瀬さんにお話をいろいろ聞いていきたいなということを思っているんですけど、自己紹介といたしまして、まあ、まずお前誰やねんといったところでね、あの、はい、岸田と申します。私ガンノート代表理事をしておりまして、まあ、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という、まあ、珍しいがんに罹患をいたしました。その中でですね、あの先ほど言った活動を始めていくというふうな形となっております。そして次にですね、今日のゲスト、対面ゲストであります川瀬さんの、紹介をしていきたいと思うんですけど、川瀬さん簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。ああ、これあの川瀬です、まあ、あの今関西で、まあ、今も関西に住んでて大阪生まれで、はい、まあ、神戸に住んでますけども、あのキンドリル、これキンドル言っていいですか、ね、ああ言って大丈夫です。キンドリル の、はい、あの執行役員をしております、はい、で、まあ、趣味といいますか、あの、まあ、仕事はずっともともとIBM で、まあ、SE システムエンジニアをしてて、まあ、そこから Kindle に移ってっていうことで、まあ、そういう、IT の仕事をしてるんですけども、ボランティアで僕は近くの高校のアメリカフットボール部の監督をしておりますので、あのそういうことも、まあ、あのこれ後で喋りますけども、まあ、がんと向き合っていく中ですごくプラスになった、まあ、そういったこともすごくちょっとこういいなと思いました。アメフトはずっとやられてたんですか。大学の時にしてて、でまあ、あの大学出て大学のチームのコーチとかをしてたんですけど、あの仕事の、まあ、そんな強いチームじゃなかったね、はいはいはい、で平日は、まあ、普通に仕事して、土日はフットボールの監督をして、うん、で、あ、ちょっと地震で神戸の地震の僕大結構被災者なので、あの家をちょっとあの移った先に近くにたまたま高校に、うん、そのアメリカンフットボールあんまりないんですけど、うん、あるチーム星稜高校っていうんですけどもありまして、そこのちょっと頼まれて、監督をしてくれっていうかコーチしてくれって言って26年目ですね、まあ、仕事並みに長い、すごい26年間、まあその中でも その中でも、まあ、そこで関わった選手もたくさんいますし、はい、あの、まあ、そういった経歴の持ち主です。で、あと自己紹介、それで、はい、それで、はい、あの、はい、次がんのことをちょっとお願いできますか。はい、がんに関しては、あの、全く、そうですね、検査も何もしてなかったんですけど、まあ、ちょっとある時に50歳、今から10年前ですね、50歳の時に、まあ、大腸がん、まあ、あの、S 状結腸がんですね、正確に言いますと。はい、S 状結腸って、こうなってることが、最後出る、出る、出るところですね。ですね、はい、あの、そういう、まあ、とこをがんでっていうふうに言われて、いろいろ、後で喋りますけど、うん、いろんなこう検査を受けて、はい、経緯があって、落ち込んだり、まあ、前向きになったら落ち込んだり前向きになったり、でその手術もして、まあ、ここにステージ 3B と出ておりますけど、うん、大体あのがんのされた方は分かると思うんですけど、結構ちょっとやばいなっていうレベルだったんで、うん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 、50歳だしなと思いながらいたんですけど、まあ、あの手術だけじゃなくて皆さん辛いと言われる抗がん剤治療も私も半年ぐらいやりましたんで、そういった経験もまあちょっと今日お話できればなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そんなね川瀬さんのちょっと経験談、これから
いろいろお話をしていきつつ、前半はちょっとペーシェントジャーニーと呼ばれるですね、あのものを活用しつつちょっとやっていくんですけど、どのような経過をたどってきたのかといったところに関しまして、このような形であの感情が上下だったりとかですね、あと時間が横軸になりまして、吹き出しでポジティブなのかネガティブなのか、そういったものをちょっと表現しております。はい、早速なんですけれども、川瀬さんのペーシェントジャーニー、はい、まずですね、あの何もこう書いてないようなこう状況なんですけど、川瀬さんこれ最初作られてどう思われました？これ、いや、あの正直そんなにこう、うん、期間はね、10年前の1年間プラスアルファなので、思い出しましたね。当時の思ってたこと、その言われた時のこと、いや違う、まあ、もっとなる前ですね。なる前のこと、で言われた時のこと、手術終わった頃の話、抗がん剤治療してる時の話。まあ、あのただ結構前向きに考えるんで、意外とこう、辛い思いもしたけど前向きになったり。でもこう、感情的が確かにこういう感じで、デコボコ。まあこれだけじゃなくて、本当に細かい、そうですよ ね細かい、こう、ね、正確に言うとね、あの、朝はポジティブ、夜はネガティブ。いや、すごくそういう感じの、寝る前にいろいろもう悔やむ、はい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 、起きたらまあしゃあないなと思うとか、まあそんな感じの繰り返しをずっと、はい、してましたということですね。ありがとうございます。そんな、川瀬さんの、じゃあですね、ちょっとペーシェントジャーニー、こちら見ていきたいと思うんですけど、まずはじめ、単身赴任から関西に戻られてということで、まあそうですね、何かきっかけっていうので、まあそれまで要は完全に普通だったんですよ。何も、そうね、何も検査もせずね、あの、まあ、50歳になるのに、うん、まあ健康診断で、うんうん、いやいや胃カメラでバリウム飲む、あ、胃カメラじゃバリウム飲むぐらい、胃カメラは嫌やなとか、大腸だから必ずある便の方の検査もありますよね、うんうん、その検査もできるだけ逃げてた。あ、そうなんですか。できるだけ逃げてた。けど絶対会社の健康診断絶対なんかやらないといけない、それは任意だから。いや、健康診断は受けるんですけど、その便の検査は逃げてたで、カメラもまあ一回やったらもう一回やった記憶はずっと残ってて、もう3年ぐらい前やったらええか、あ、カメラバリウム、バリウムね、バリウムの検査も3年ぐらい、まあええか、うんうん、っていう感じで、まあ、逃げてたっていう。まあ、それ以外にちょっとあの、はいはい、僕はあの、バセドウ病だったので、そういう意味で通院はしてたんですけど、そうなんですね、うん、そういうバセドウ病を通院はしてたんですけど、それはあくまでバセドウ病なんで、うんうん、そこの通院だけはしてたんで、まあ、血液検査もずっとしてる、まあ、バセドウ病検査してるから、実は何も関係ないんですけど、まあ、そういった、まあ、だから逃げてたんですよ、要は。で、逃げてた理由は、うん、まあ、怖かったですよね、今から思えば。はいはい。まあ、そういうような感じで、まあね、何かきっかけって言ったので、うん、ちょうど、手術になったのが2014年に戻ってきて15年なので、まあ、ちょっとなるきっかけはと思ったので、ちょっとあの愛知県に単身赴任してたんですけど、戻ってきたタイミングがちょうどそのタイミングだったので、ちょっと変えたと。関西戻ってきたと言ったところです。はい。はい、なのでそこからちょっとだけね、下がっていくんですよね。それが何かと申し上げますと、腹痛が。まあ、こう書くと結核こうなんですけど、ある日突然すごい1年後の5月、ゴールデンウィークの最後の日ぐらいだったと思うんですけど、はい、すごい腹痛があったんですよ。あの、要はちょっとよくわかんないんですけど、痛いな。で、うんうん、ちょっとなんか違うなと、この痛みはと。で、トイレ行っても出ないし、トイレ行きたいような感じの痛みだけど出ないし、うんうんうん、でもトイレ行ったら治るんちゃうかなっていう痛みだったんですけど、トイレって出ないし、で、すごい、実はその日、お客さんの、はい、ああ、じゃなくて、ちょっと知り合いの店にいたんですね、はい、休みの日で。で、まあ、おしゃれなところなんでしょうね。いや、全然おしゃれじゃない。居酒屋にいたんですけど、居酒屋にいたんですけど、はい、トイレを占拠してしまったんですよ。出ない、出そうで出ないから。ああ、そういうことね。で、こう、2人で飲んでた人は、はい、もう出れへんから帰るわって、さっ帰ってしまったぐらいに、はい、むちゃくちゃ痛かったんです。そんなにじゃあ、こもったんですか、ね、あの、はいはい、こもってたというか、要は出るタイミングが出なかったぐらいに痛かったんですね。はいはい、で、家からも車で迎えに来てもらって、はい、家帰ったんですけど、はいはい、でやっぱり痛かったんですけど、出てから何ともなくなったんですよね。その日の夜か何かにね、ちょっと出て、はいはい、ちょっと出て、で、ありと痛みが収まって。はい、痛みだったら、でもやっぱこれちょっとおかしいなと思って、医者に行ったんですよね。うんうんうん、あの、腹痛の時に。で、いろいろ検査、はい、検査っていうか、だいたいその時の検査って、血液検査と、はい、あと、触診じゃないですか。で、
あと、便の検査。はい。で、便の検査、どっかでしような。まあ、この日はできへんから、どっかで持ってきてねって言われて。で、そういう全部検査したっていうのが、まあ、その、あれだったんだけど、その時はもう痛くないので、僕自身は。その時は痛い。この痛みはおかしいなとは思ったんやけど、その、もう、そこに、その時点ではもう何も痛くないので、まあ、そういう感じで、あ、よかった、という感じで行ったんですけどっていうのが腹痛。もうこの腹痛は確かにちょっとおかしいなと思ったのは事実です。はい、ゼロ、全く腹痛がゼロじゃないけど。まあ、ただおかしいなと思って行かれるんですね。うん、この血液検査のあれに行くと、うんはい。血液検査も時間かかります。普通に普通の町医者なので。で、便の検査もその間に出して、はい、触診の結果も、まあ触診ですけど、触診とこっちを指つくる。触診。指つくるんだけどね。で、いや、この血出たと思うんですけどね。いや、この辺についてないな。で、まあ言われたりして、その行った時はね。で、あと血液検査、じゃあ血液取ろうな。まあ、で、その医者は当然なんか疑ってるわけですよね。僕に血液検査は結果はっきり言わないけど、血液検査するわなって取られて、はいはい、で、あと便持ってきてねって言われて。で、検査結果が全部出た頃に、はい、医者、それがそこに書いてある通りなんですけど、異常なしだったんです。便も血液もついてない。で、その後で取ったやつね。で、まあ、要はその時はっきり言われました。腫瘍マーカーの検査したけど、異常なかったわって言われて、うん、それがその日なんです。ほまた戻るじゃないですか。はい、はい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 、はい。気持ち的には。ね、もう痛くないんだし。戻ります、ね。それ以外は。そうそうそう。だから、まあそこで一回、そういうことがあったんです。で、うん、まあ、つながってる。で、その時にただ、ちょうど50歳。これ僕から言ったのかな、多分。まあ50歳、その時やっぱ、まあちょっとそういう思いもあったから、やっぱりちゃんと検査しておいた方がええなという、こう、ささやきが。頭の中であって、で、まあじゃあちょっと50歳だし、まあ検査しますわ。で、僕のプランでは、まあそれ普通の近くの町医者ですよね、うん、内科の。で、まあカメラ設備あるけど、内科の人、うん。で、じゃあまあ今回はまあ本当にこっちの方疑われてるから、じゃあまず大腸カメラ。で、これは医者には言ってなかったけど、それがまあ大腸は OK やと思ってるからね、うん、OK やと思ってるから、じゃあその後は定期的に胃カメラ。大腸カメラ。こう順番的にこうやっていたらええなぐらいの軽い気持ちで、じゃあ大腸カメラ予約しておきます。じゃあ先生も、じゃあいついつ空いてる時で1ヶ月ぐらいの予約になったっていうのが、まあその日。その日になった、ね。そう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 。でもその時らへんは、さっきの腹痛とかはもう収まってはいるんですか、ね、全然収まって、何も普通通りです。腹痛の期間っていうのは、だから一晩です。一晩だけ。一晩っていうか正確に言うと夜のご飯食べてる後あたりから、寝る1時ぐらいまで。そうだったんですね。うんうん、それで、まあ、で、まあ、おかしいと思って行かれて、血液検査異常なかったんですけれども、大腸カメラなど。そうそうそう。予約は予約したんです。その予約が多分ね、今から思えば、あれなかったら死んでますね。ファインプレーなんですね。うん、そうそう。それはね、まあ、医者じゃなくて僕だと自分では自覚してるんですけど。それがこちらになります。はい。そうそういうことで、ここで大腸カメラと眼告知が出てくると。そうそう大腸カメラ初めての経験ですね。その時ね。はい。大腸カメラって結構めんどくさいですね。胃カメラって割と一晩ご飯食べないぐらいで済むんですけど、大腸カメラって3日ぐらい前から、食事がうどんだけになるとか、酢うどんだけ食べてええんかとか、で、前の朝は夜出さなあかんから。ね、なんかめっちゃ飲んでね。もう今慣れましたけどね。もう今得意ですけど、今は得意ですけど、まあそういうふうに慣れたんで、なんとなくそこつらいなと思って、ね、大腸カメラね、まあ大丈夫。けたってのはちょうど1ヶ月後ぐらいだったと思うんですよ。だから本当にそういう緊急性がないから、だからそのこの時は検査結果異常なしって聞いた瞬間に、はいはい、もう先生も緊急性がないから、はいはい、じゃあやってもやったらやっとかって言って空いてる日を見つけて決めたのにちょうど1ヶ月6月の何日かと。そうなんですね、うん。じゃあその期間もまたもう特に何もなく。何もない。何もなく。で、その1ヶ月後大腸カメラ受けられましたっていうことで、うんうん、プラスね、眼告知までこうかかる。まあ、それはね、はい、もう先生が明確に大腸カメラ終わった後、はい、月曜日だったと思うんで、はいはい、で明確に先生が、まあ、がん告知っていうのはちょっと本当は2日後なんですけど、2日後なんですけどね、もう終わって、出て、まあ、その検査とか出て、待ってて、はい、で入った瞬間に、川瀬さん、これ、外科的処置がいりますって言われた。要するに、もうなんかこう、もう、これ、はい。で、その時見せてもらって、画像も見せてもらって。これ、だからカメラも入りにくかったなって言われて。で、とにかく外科的処置がいりますって言われて、
プラス、はい、これ多分僕の言葉そのまま先生の言葉言いますと、はいはい、そのカメラで見た人相悪いから、まあ、多分悪いあの多分悪性やと思いますってはっきり言われる。その日に。はぁ。でも、こっちとしては、まあ、腫瘍なんか出てないってことを、まあ、僕は、こう、2匹の御旗みたいに思ったから、そうですね。まあ、そうなんかな。でも、先生はもう、その、カメラ見ただけで、あ、これは、人相悪いから、実はポリープ2つあったんですけど、大きいやつと、その、僕奥とね、ポリープというか、その、邪魔なやつ。邪魔なやつ。邪魔なやつ2つあったんですけど、まあ、奥はどうでもいいわって。ちっちゃいどうでもいいわって先生見てましたわ。で、これがもう絶対、これは外科的処置せなあかんって言われて、その時はもう、その時にもう覚悟したっていうのが、まあ、もうカメラの日に覚悟したっていうのが忘れもしない一日です。一日ですよね。で、まあ、2ってなってますけど、まあ、カメラで、まあ、眼告知って、こう、ちょっと眼告知って書いてますけど、実はこれ告知じゃなくて、もう人相悪いから外科的処置。まあまあ、そうですね。外科的処置はいるって、ほぼ眼っていうことも、もう分かってる状況っていうことですね。はいはい、2日後にもうすぐ。2日後にこれで来る、はい。それが、その次。はい。ちゃんと検査した結果、どうでしたって言われた。で、医者どうするっていうのが、もう、言われた時は、びっくりしました。もうじっくりびっくりしました。だって、なかったんです。いや、腫瘍マーカーってやっぱり僕は完璧だと、いや、ある程度もう完璧だと思ってたんで、はい、何の反応も出ないって言われたんで、はい、もう、閉店の霹靂とかあるじゃないですか。やりますね。もうだから、もうほぼその、それに近い。それに近い。はい、症状もないし。で、ここからね、また、ちょっとまた、からまた下がっていかれます。それは何かというと、まあ、結果判明ですね。これは結果判明ですね。うん、はい。で、病院を紹介。病院紹介っていうか、決めたんですよ、自分で。あ、これもそうなんですか、ご自身で。あ、だから、先生が、どうするっていう、はい、まあ、近くの病院って2つあって、本当に近い国立の神戸病院か、女性心の病院か、ちょっと離れた病院か、うん、まあ、同じぐらいの病院だって。ただ、甲状腺さっき言ったように、僕はバセドウ病院にかかってて、はい、そこを診察してるところの方がいいやろうと思って、はい、そっちって言った。そっちにしてくださいって言った。それだけの話。ああ、そうなんですね。だから、そうそう、ちゃんと言われたのは、その、多分ね、木曜日だったと思うんですけどね。水曜日か木曜日だったと思う。水曜日かな。月曜日で木曜日ぐらいだと思う。木曜日ぐらい。もうめちゃくちゃそれだけ、国民に覚えてるってことですね。水曜日か、そうそう、それぐらい。で、その時の金曜日にもう予約取ってくれて、その消化外科、はいはい、その僕が言った病院の消化外科に病院予約取ってくれて、まあ、自分で行った。まあ、そうそう、最初の、単なる、まあ、町の、うんうん、町医者、かかりつけ医から、うんうん、その手術できる病院に移ったっていうのが決まったっていうのがその日ですね。はい、病院紹介された。当然、まあ結果出て、まあ、あそこ、はい、まあ、このジャーニーでは途中になってますけど、はい、まあほぼ下まで張り付いてますよ。カメラ受けた直後から。直後からね。でも、僕から。まあ多分せ、うん、でも、唯一のまだ落ちなかった理由は、はい、まあ、腫瘍マーカー出てへんし、ひょっとしたら、良性かなとかって。そういう確定ではないです。眼告知って悪い、顔つき悪いよって言われてるけど、外科的手術必要だよって、最初カメラの時言われてるけど、まだ確定ではないですもんね。確定じゃないし、もう一つあったのは、さっき、やっぱ腫瘍が出てないって言ったのが、すごい、自分にとっては、まあ一つの認識の御旗で、そんなにひどくないんちゃうかとも思った。まあもし何かあっても、そんなにひどくないものだ。でも、まあまあ、ちゃんと出ました。言われて、まあ、この、そこに一回行くわけですね。気持ち的には。気持ち的には。で、そこからね、ちょっとだけ上げていただくんですね。それは何かというと、あ、これはもう手術、あ、そっか、そう、手術や。実はね、すごいなと思うのが、はいはい、その、初めて行った、もう金曜日、その、同じ病院で、別ではかかってましたけど、消化器が初めて行ったんですけど、その日に手術日が決まった。まず、ここ、押さえとこって。検査はこれからするけど、はいはいはい、手術は水曜日で決まってるから、はいはい、この7月、もう忘れました、4月1日ですよ。4月1日の水曜日、ここ手術日って、もうまず決められた。それは今、その時点から言うと、数週間後とかですか ?2 週間後。2週間後ぐらいの水曜日。そう。金曜日だから、2週間ぐらい。これか。2週間と3日。2週間とちょっと。そう。で、2週間なら検出された検査。でも、検査してから手術日が決まって、その日に手術日を決めてくる。それでだからちょっと上がってるんですか、ね、ちょっと上がってるんですよ。ちょっと上がってる。そうそう、手術日決まる。
そうか、ちょっとまあ手術日決まったらそこに向けて新しい先生、手術する先生と話もして、うんうんうん、で、まあまあもうその時の話は覚えてないけど、まあなんかね、やんちゃな先生なぜかというと、なぜかというとやんちゃな先生やんちゃじゃないけど、はい、先生聞いたら怒るかもしれないけど、はいはい、ず、はい、医者のお医者さんの格好でね、白じゃないですか、白衣とか白とか単色じゃないですか、はいはい、だいたい迷彩服だったんですよ。迷彩服。あの、迷彩服。ちょっと、なんかそういうのあるらしい。後で調べてあるんですけど。あるんですか？あるんですけど、迷彩服。その他の先生と違って迷彩服下に着てる、あの、迷彩パンツのセンターが入ってる先生で、まあ、なかなか話いい感じだった。まあ、話は弱いましたけど。すごい、すごい主張してますね。主張がいい感じだった。そうそう、僕ちょっと年も下でしたけどね。いい感じで。まあ、それは、そういう意味あって、ちょっとプラスだ。ああ、そうですね。はっきり言ってくるし。はい、でもね、こう書いてますけど、うん、それはちょっと上がってるって言ってるけど、この間ってもう、なんでなったんやろうとか、うんうんうん、もっと検査早受けとかよかったとか、うんうんうん、もうそのずーっとそればっかりでした、この頃ね。あの、まあ、日々の中で。で、あと、会社に説明したのが多分、まあ、判明してすぐは言ってるんで、うんうん、ちょっとこうは、こうこうでって説明するんだけど、それはもう上司にしか言わないし、あと、配下、僕はもう管理職だったので、うんうん、下のメンバーには言いましたけど、それぐらいしか言わなくて、あとはもうこれ何どうやって言おうかなとかいろいろ考えますよね。まあ考えますね。そういう時間はもうずっと、うん、あのひたすら過去を食いてる時間でした、ね。食いてる時間。はいはい。この時もうちょっと早くから、まあ、検査をちゃんとしておけばよかったみたいなのも。あ、そうそうそう、それはありましたね。検査も1年前にしてたらもっと軽かったちゃうとか、うんうん、で持ったりしてました。はい、ありがとうございます。そしてちょっと上がります。はい。そう、それ見られない。検査結果で、はい、いや要するにあのこの手術日決まったんですけど、あのはっきり言われたんですよね、はい、その転移がなかったらここ切るだけでいいですと、うんうんうん、転移があるんだったら他の手術のことも考えないといけないですって、うんうんうん、要するに転移先どこって聞いたら肝臓肺っていう順番で言われて、はいはいはい、そういう可能性が高いですと、大腸がんの場合は。だからでそこに検査するから、うんうん、もしそこだけじゃなくてみんなまあ先生取れるもん取ってくださいよとかっていうの、まあそれは取れるもん取るけどさとかってその話は繰り返された、この最初の時に言われたんですけど、まあ検査結果の結果で原因も見られないし、うんうんうん、っていうことは言われたので、まああとはもう手術受けるだけや、と、まあ、たったこの2週間ぐらいの間ですけど、この長いジャーニーって皆さんね、ちょっとこう僕 YouTube 今回自然するにあたって他の見させていただいたら、みんなもう数年にわたってやってますけど、はい、本当にこの2週間くらいのこう間です。間がここにギュッとされてるってことですね。でも転移が見られないっていうのはその時にはないから、大腸切るだけで手術できますって言われたけど、ちょっとプラス、はい、ありがとうございます。そこでちょっと差があります。それは何かというと、こうチーム仲間に説明、いやだから、はい、僕はあのさっき言ったように高校のフットボールの監督をしてるんですけど、はい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 、この間もずっとフットボールはいてたんですよ。え、その大腸がんになった言って、はい、なって、その、はい、別に土日何もやることないから、はいはい、普通通りいてたんですよ。なんか別に痛いとか症状は何もないから、何もないから、悶々としながら。気持ちだけ悶々としながら。悶々としながら。で、でも安、まあ、選手は分からなかったみたいですね。あの、あと一緒にやってるコーチやってるメンバーとかあんま分からなかったんですけど、はいはい、どうやって言おうかなとかって思ってたんですけど、はい、まあ、その時にやっぱり、はい、手術の月曜日に日曜日に行ったんで。前の日の。はい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 、まあ、まあ、それだけで親にもね、言ったのその頃かもしれないし、まあ、そういう、やっぱり言って、ちょっとやっぱりね、みんな、わーっとかなって嫌やなって、まあ、やってちょっと下がってるのは、そういうと、別にそういうことですね。ああ、ちょっとなんか、あったら嫌やなと思って。うん、そう、いっぱいどうしようかなと考えてて、やっぱり言ってしまったらね、やっぱりみんな、と思って。ね、その辺がちょっとこう、まあ、そんなに大きなあれじゃないですけど、うんうんうん、やっぱりこう、がんになって思ったことの一つに、周りの人にどういうふうに言おうかなとか、周りっていうのはその家族とかじゃないですか、まずですよ、その会社の周りの中とか、うん、自分の仲間にどう説明するのかなっていうのが、全然わからなかったっていうのが10年前の僕でしたね。え、そのチーム仲間にはどのようなシチュエーションでどう伝えたんですか、ちなみに。それは、はい、まあ、高校なんで、はい、顧問の先生がいるんですよ。僕は、はい、近所に勤めてる顧問じゃないので。そうか、はいはいはい、顧問の先生に電話で伝えた。ないとね。いや、しょうがないじゃないですか。いやいや、そんな、電話ですよ。ちょっと来週、明日から入院するから、こういう理由で。ああ。向こうの方がびっくりしました、ね。そうですよね。それまで普通通り活動してたんで。う
そうですよね。そうそう、別にチーム活動をしてた。そうですよね。チーム1を着てたやんみたいな。前の2週は普通通り。そうです。いつから分かってないで、いや、2週間の前から、3週間の前からって言って話もしたんですけど、でもやっぱりどう伝えようかって、もう申したけど、言ってやっぱちょっと下がりましたね。うんうん、逆にもう、やっぱそんなに知識がないので、もういけないんちゃうかなとか。うん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 。いろいろ。あ、いけなく、もうね。そう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 。そういうことを思ったりするのが。まあ、だからあえてちょっと書いたんですけど、まあ、会社にはもう言ってたんで、まあ、会社も最後、別れるっていうか、まあ、入院する前の3日ぐらい前に、あれ、月曜日から入院で、水曜日ぐらいが最後に行く日やったかな。あと検査があるからもう行けへんって言って、まあ、だめ最後に行くときに、まあ、ちょっとみんなとお茶飲みながら帰った、お茶飲んでから帰った。まあ、僕からしてもう怒られるんちゃうかなとか、やっぱ思うじゃないですか。そうですね。初めに手術するし、はいはい、まあ、そういった意味で、まあ、ちょっとこう、だんだん下がってていったので。顧問の方の反応はもう全もう頑張れよっていう風な治療を頑張ってみたいな反応でした。顧問の電話で、電話先はそれしか言えないですよね。まあそうですね。反応に困りましたね。ただのその顧問の、まあ高校生はたまに、はい、まあ入院してもバーッと見舞いに来てくれたんですけど、あ、 そうですね、その顧問の先生、まあ、僕よりいくつぐらい年下かな、もうちょい下かな、はい、あ、4つ下かな、4つ下なんですけど、入院してから毎日めまい来ておりましたね。まあ学校近かったんですけど、近いというかちょっと帰り道寄り道して毎日来ておりました。まあ、それはやっぱり感謝ですね。ああ、もうすごい、それだけね、こう慕われてるというか、そういったあの仲間たちっていう。まあ、慕われてるかどうかわかんないけど、毎日来ておりました。慕われてると思います。さすがにね、もう毎日は、すごい、ありがとうございます。もう一度かなり利用来ました。まあまあまあ、奥様はね、いろいろね、あの家庭のこともあります。まあ、その通りですけど。はい。で、ただ、ここからまた上がっていきます。それは、こちらになります。あ、ここで予約手術。あ、手術結構高いんですね。手術終わったら、もうだって、はい。手術終わったら、プラスになるじゃないですか。ああ。手術終わったらもう、ね、はい、もうなんか、ほら、手術終わったって言って、その人、僕はものすごい、やったとか。で、あんまり痛くなかったんですよ。人一倍回復力が早いって言われて、そうなんですね。うん、先生、さっきのその明細部の先生が笑ってたんですけど、はいはい、まあ、腹腔鏡だからそんな来てないですけど、うん、手術ってしたら体に炎症反応出るじゃないですか。はい。血液検査って。それがほとんど出ないって言われた。だから、いや、そう言ってました。だから、お母さん、これはね、血液検査だけ見たら、手術したと思われへん検査、結果やねんけど。はあ。あ、そうなんですか。で、確かにこう、ここで、まあ、歩ける、あ、立ち上がれる、はい、で歩いてトイレに行ける、トイレの、 あの管外せるとか、うんうんうん、全て早かった。でもう 歩くこと、歩いていいよって言われて、もう喜んで歩いてる、病院の中ゆっくりですけど喜んで歩いて、それはやっぱ手術終わったっていうのは僕にとってはすごいその、まあ、プラスになって、あ、もう終わった終わった、あとはもう治すだけとか。だから手術に向かわれるときに、なんか手術不安やなとかっていうのは特に、いや、それも逆に流行ってくれて、ああ、なんかね、うん、手術前に、うん、まあ、いろいろ検査してる中でずっと喉も痛かったんですよね。喉も痛かった、なんかそのなんでか分かんないけど、はいはい、喉もなんか何時もなんかできとんちゃうかと思うぐらいに思うじゃないですか。でも検査でも何もないし、手術できたし、うんうん、よかったって、もうすごい、こう手術終わったら喉も痛くなくなってるし、なんでやろな、完全気持ちから決まる。でもそういう感じで、手術終わって本当に、あ、よかったよかったと思うんですけど、うんうん、で、あとは治すだけやって思ってたんで、っていうのが、まあ、このまず手術ですね。はい、ありがとうございます。そして、ただ手術からちょっと差があります。これが、ドン。いや、これはステージですね。ステージの説明は、実はなかったんですね。ここまでなかったんですね。全くなかった。あ、なかったというか、なかったんじゃないですよ。手術して、検査結果出して出てから言いますから、まあ、見ないと、そうですよね、病理検査とか出して、そうそうそう、それ出してちゃんと言いますからって言われてて、結構言われたのが、だから手術して1週間後くらいだったかな、1週間手術って1週間ぐらいかかって、1週間ぐらいに説明してたんですよね。聞いたら 3B って言われるじゃないですか、はいはい、でこれもだからさっき言ったように腫瘍マーカーも出てないし、はい、まあ腸はね、結構切ったって言われて、15センチ切ったって言われてて、まあ、イメージはS 状結腸でこうなってるところをストーンとまっすぐにされたんでしょうね。はい、こう、まっすぐしたって。そうそう。S のところなくてまっすぐしたんでしょうねっていう感じだったと思うんですけど、はい、でも、
こんなそこまでひどいと思ってなかったですよ。使用マークも出てないし、家族も含めて、みんな知識もそこまでないし、で聞いたらもう 3B って言われる。転移もしなかったんですよね。転移はだから 3B っていうのはあの本か中から出て外まで出てリンパが1つやったら 3A で、2つ怪しいリンパが2つ以上あったら 3B って言われて、2つ以上あったから、2つあったって言われました。でも、まあ、もうあんまり聞いてなかったけど、リンパ全部取ったからって言われて、怪しさ全部取ったからって言われたのは言われてましたね。うん、あ、そうだったんですね。まあちょっとじゃあ、そこら辺のところはあったって言ったところで。そうでもやっぱ 3B って聞いたら、やっぱり見えますよね。そこで初めてステージを聞いて、まあ、やる、やれることって分かりますよね。5年後生存率とか。調べますよね。調べます、調べます。75% か。おぉ、75%。まあ75% か。それはカンスさんにとってどうでした？いや、それはどうも何もなくて、3B っていうのはやっぱりすごいショックだったんで、そっちの方が来て、はい。3B、4B って結構やばいんやな、そばかってんな、転移が見られなくてよかったなって感じ。だから、これがやっぱりこの後、まあ、はい、抗がん剤が検査していく中で、はい、ずっと検査結果って、そこの中じゃなくて、大腸じゃなくて、先を見てるじゃないですか。飛ぶ先がさっき言ったように肝臓と肺しかないって分からん。もうそこばっかり検査されて、もうドキドキですよね。そうですね。まあそれは後で分かるんですけど。でも 3B って言われたらかなりショックでしたね、やっぱり。皆さんね、皆さんね、医療情報だったりだとか、あと手術の、あの、その時の川瀬さんの状況をお伝えしているっていう形ですので、まあ、あのもしね、あの病気について知りたいときは、がん情報サービスさんだったりとか、あとあの医療者の方にあの聞いていただければということを思っております。あくまでも経験なんですので、はい、そこだけよろしくお願いいたします。はい、ね、中山と僕の場合は、本当に手術して、はい、入院中にステージを聞いた。はい、でも、ステージをね、聞く言葉をいろいろこう先生の会心とかで、一生懸命に立ってたんですけど、なんか、なんとか。分からへんかったけど、最終的には、ちゃんと画面見て、はい、母さん、これ 3B ですって言われて、はい、ありがとうございます。そんな中でですね、次、こちらになります。上がっていくのは何かと申し上げますと、単位すごいですね。あ、そうですね、単位に1回、うん。はいはい。あの、結構元気だったので、あの、単位2週間かな、2週間後に単位して、外の空気を吸って、で、その単位するときに、まあ、退院するときだったと思うんです。前に今後の治療計画も決まってて。うん、で、こっちが決めるんか。抗がん剤治療は予防的、はい、この、お医者さんの説明は極めてシンプルで、はい、このケースは、はい、ガイドラインが決まってて、手術で終わる人もいますけど、その後予防的抗がん剤治療をします。はい、その抗がん剤治療は2種類があります。はい、点滴でやる方法と飲み薬とあります。はい、まあ言われて、10年前ですけどね。うん、で、どっちが効くんですか？言ったら、まあそれ点滴です。じゃあ点滴でって。まあそれぐらいの感じで。あ、じゃあもう点滴に決めて。あ、そう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 。まあそんな決めて。でも一回退院して、うん、次まだ入院はこの頃ですから、ちょうど2週間、3週間ぐらいかな。入院して、あの、やるんですけど、その前に一回退院すると、やっぱりそれは退院したら気持ち上がりますよね。そうですね。気持ち上がりますよね。うん、気持ち上がって、かつですね、あの、もう、そのまま出社されるということで。ちょっと1週間ぐらい、こう、自分の、あの、ちょっと休みながら、まあ、今で言う、リモートワーク。あの頃はリモートなかったですけど、まあ、電話でできることとか、家でできることで、ちょっと仕事を始めてたっていうのがあったんですけど、ね、はい、実際に会社にも行ったのが、その頃で、やっぱ行くと、プラス、ものすごい、その時は本当に治療もしてないから、もう、うんうん、で、結構、その、退院して、会社行くまでの1週間ぐらい結構体力アップに努めてたんで、7月の暑い中結構散歩とかたくさんしてたんで、夕方2キロのコースを何分で行けるかとか、なんか結構挑戦とかしてたんでまあアホちゃうかと思われてみんな笑ってましたけどまあそんなことしてたんで、で、まあ、会社行ってみんなの顔見て、まあ、それもすごく声持ちは上がったっていうのはこのことですね。そうですね、うん、はい、でちょっとだけまた下がります。これはあ、ここからそれで薬物療法がスタート。ちょうど手術が1日が手術日で、4月の末から、あの最初に、もうこれ経験者の方分かると思うんですけど、ポートを僕ここに入れたんで、ポートを入れて、鎖骨の下にポートを入れて、でそこからこう入れるからって言われて、そのために、まあ、で最初の抗がん剤どんな反応するか分からへんから、1回目は入院するって1週間ぐらいに、まあ予定通り1週間入院。まあ、その時にまあ、
一応薬物療法の説明とかたくさん受けるじゃないですか。受けますね。あれ聞いてプラスになる人いないですよね。はい、まあそうですね。いろんなリスクもめっちゃ説明されますもんね。あれ聞いてプラスになる人いないけど、まあしょうがないなって感じで、受けたっていうのが、まあ、始まってんだろ、この4月の終わり。どれぐらいの頻度でこう、行くやつだったんですか。僕はね、通い、だから最初だけ入院で行動入れた、はい、あとは通いで2週間ごとでした。2週間ごとで12回と言って言われました。2週間ごと12回やるからって言われて、で白血球の数とか見ながらやるからって言われて、毎週金曜日でした。あ、毎週か、2週間ごとの金曜日でした。2週間ごとの金曜日に薬事をやっていくというふうな形で、はい、決まって始まった。まあ、マリナさんっていうのは本当にあの薬物量のいろいろリスクを言われて、あれ聞いてプラスな人になってますっていう風な意味でもちょっと下がってるっていうか下がりましたけど、この時はまだあれですよね、副作用とか特にすぐ出ないから、だからこれ後で出ますよね。そうですよね、はい、この時はまだ、はい、ったところでまだここはねちょっと上がっていきます。それは、はい、こちらですね、はい、またすぐ出社。そうそう、薬物療法しても1回目終わって、まあ1週間だけ入院して、はい、次の月曜日なんて何にもしんどくなくて、そうですよね、聞いたとちゃうやん、うん、で、普通に出社して。そうそう。で、まだ元気になる。まあ、要はこれすぐ出社って書いてますけど、なんや、大したことあれへんやんけ、っていう、1回目はね。こっからね、蓄積がね。1回目はね。1回目はね。1回目はね。はい、1回目は何や、大したことあれへんやん。で、これ夏だったんで、冷たいものを食べないでくれって言われたんですよ。あの、冷感、なんかこう刺激が、なんかはあるから、冷たいものを食べないように言われて、そのあ、じゃあアイスクリーム食べたらあかんねんな。夏やのにアイスクリーム食べないと死んじゃうなと思って。だから、お茶とかも冷やさないやつ飲んでたし、はい、そういうのはしてたんですよ。常温とかね。そういうのしてたんですけど、はい、こう、プラスになってるのは、うん、まあ、始まったから、大変な、俺、まあ、今になんかこう、ボーンってあるけど、うん、まあ、こんな別に復帰ったら分からへんし、うん、で、金曜日やから、ちょうど、金曜日に病院でやって、土日の間に外せるんですよね。ああ。その、土日の間ずっとつけとくんですよ。僕のやつは。なんかそういうやつやったんですよ。哺乳瓶みたいなやつを。はいはいはい、あ、金曜日、金曜日、お医者さん行って検査して、はっきり言うの数とか調べて、はい、で、OK やったら、はい、じゃあやりましょう。はいはい、ってやって、始まると、まず、病院の間になんか、急激的にまず入れて、はい、で、その後、切り替えられて、はい、こう、哺乳瓶があの、あの、ゴムみたいな、じわ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 と出ていくって、約48時間ぐらいかけて体入れるからっていうやつを、ずっとぶら下げとかないといけなかったんですけど、あの、ここからこう、ここにね、ポニメダ持って。で、それを、まあ、ずっとやってたんですけど、まあ、ちょうど土日だし、はい、あの、会社には行くときはもう何もないから、うん、で別に髪の毛も別に何もなかった。まあ、抜け毛多いなとはありましたけど、あ、まあ、それぐらいですし、まあ、絶好調ですよ。あの、大したことあれへんやん、こうやって、思ったのが1回目。はい。です。この上がっているところですね。上がっているところですね。はい。ただそこからちょっとドーンとね、これも下がっていくのが。2回目ですよ。2回目この、この副作用。そうそう。2回目終わった時におかしいなと思った。体がなんかおかしい。本当に、はい、字が書けない。いいね。字が書けない。痺れちゃうとか。痺れで、そうそうそう。字が書け、ボタンつけれない。字書けない。本当にだるい。しんどい。うん、倦怠感。ものすごいしんどい。はい、だから1週間会社も行けなかったし。2回目終わってから、1週間ぐらい会社に行く気が起きない。で、先生に足痺れるんですけど、うん、その特に足はもう取れへんかもしれへんなって言われて、その頃はね。はい、まあ今最近聞いたら、そういうのも出にくくなる対応あるみたいですけど、今は僕らの時はそういうわ。まあおかげさまで今も足は痺れた状態が当たり前になってますけど、まあそんな大したことはないんですけど、まあ手は取れましたけど、本当にこう、例えばこう、なんか書かないといけないじゃないですか。その、ああ、なんかね、病院だから、名前とか、そうそう、書かないといけないですか。それすら書けなかった。もう半分書いてって感じです。もうそれぐらい、なんかこう、全然ダメだ。それがすごくしんどかったです、ね。それ2回目以降出てくるってことは、結構そこから数ヶ月は続いていく感じでした。うん、だから、ね、倦怠感は慣れてきたんですよ。慣れてきてます。体が。あ、だから、本当に会社に、はい、会社がその普通の生活できなかったのは2回目の金曜日にやった後の次の1週間で、で、まあ、1週間だったらちょっとずつ良くなってマシになったんですけど、また別の副作用が出たりとかして、違うね、副作用とかね、目が疲れてくると、疲れてくるっていうか、まあずっともう怒ったら治らないんですけど、右目と左目の画像が重ならないんですよ。
だからこういうふうに2人見える感じ。動いてくると。右目と左目。だから右目の見える岸田さんと、はい、左で見る岸田さんが、僕の目が2つに見えてて重ならない。そういう時間が、そういうような症状が出た。それ9月のね、それも途中から出たんですよ。途中から。なんかこう、おかしいな。右目と左目が。そう思ったら、要するにその、動いてくるものに対して、もう全然気分が悪くなったから。ね、だからこう、二人いるわけです。で、こう、PC とかだったら、距離が一定やから、ちゃんと見えるんですけど、じっとしたら見えるんですけど、こう動いてこられたら、もう、こう、ふわーっと、重ならへん。っていうのは、こういう副作用あるんかなって調べたら、あるとは言ってました。副作用っていうんですよね。二つ見える。副作用っていうらしいんですよね。はい。それは別にお医者さんに聞いたのか、最後聞いたらこんなのあるんですけど、まあそんなもんで、いろんな出るからって言われて。そのパターンはいろいろあるからって言われて、僕はそれが結構厄介でしたね。え、それは治るんですか？副作用は。だから、もう出て1週間ぐらい本当に苦しんでたんですけど、はい、僕は実は今もコンタクトレンズなんですけど、はい、まあ、それはコンタクトレンズをね、外すっていう技に出た。どういうことですか？コンタクトレンズを外すと、ぼやけます。すべてがぼやけるから、二人いることも分かんない。そういうすごいですか？そう。もう、だから、二人見えてるんだから、もう、まあ、しんどさっていうのは、だんだんマシになってきて、はい、別にその、土日、金曜日受けて、土曜日、日曜日終わったら、はい、別に会社行けると。はい、でもその不審になってこう気分が悪くなるっていうのはどうしようもないから、これどうしようかなと思ってたけど、まあこんな医療界でまだ全然分かんないけど、うん、とにかく今を解決するには見えなかったらいいんやろうと思って、コンタクトで外して会社行こうって、まあもう本当 0.01 かなんかですけど、行く自信はあったので、普段は外して生活したので家でも、あ、そうなんです、ね、そう外して、まあなんか危ないか危なくないかって危ないかもしれないけど、気分悪いよりいいかなと思って、まあね、もう全部外して、で、メガネに変えて、はい、こう仕事の時だけ、人の時でメガネかけて、あ、まあ、そう、こう見てるとか、ね、こう話する時、もう資料見る時だけでメガネかけてっていうのをすることで、その、副作用が出ることが分かりにくくなったんですよ。で、最後に僕は副作用を意識したのが9月の20、20日ぐらいだったんで、あ、で、それも疲れてきたんですね。朝は長い。多分今から思えば。まあ、そういうのが、すごく抗不作用で一番苦労した。ですね、それって抗がん剤治療が終わったらだんだんまた戻ってくるものなの？いや、それ実は9月の20日にその現象になってからは一切出てないんですよ。ああ、そうなんですね。で、その後10月ぐらいにコンタクトつけたんですけども出なかったから。へえ、うん。だからさっき言ったようにその慣れてくるんですよ。どう思ってるんですよ。だから金曜日に向けて土日月火ですけど、だんだん短くなる。はあ、そうなんですね。まあ、僕はね、そうでした。うん、それが一般的かどうかは分かんない。うんうん、で、まあ、こう書いてますけど、はい、食欲が全く落ちなかった。ああ、まあ、いいことですね。食欲落ちなかったって、味が分からないってことがなくて、僕はね。味覚障害もいいですもんね。ゼロだった。で、便秘になるからって言われて、はいはいはい。で、よく便秘に効くのは、なんか、キウイが効くって言われて、毎朝キウイ食べてたんですね。おーおー、毎朝、ね、キウイ1個、超1個半分切って。それ、未だに継続してますから、ね。ああ、そうなんですね。やめれない。一回気味やめれない。でもやめれない。だからそういうのはずっとこうやりながらですけど、さっき言った波はずっとありましたよ。金曜日に打って、土日。まあ、もう土日割れてましたんですよね、入れてるときは。月火がしんどい。会社来たらしんどいじゃんかって言われて。水曜ぐらいはしんどい、ね。それは変わらないんですけど、まあ、しんどいってどういうことかっていうと、まあ、しんどいんですけど、まあ、油断したら寝てしまうとか、ね、もう本当にこう朝から寝ないじゃないですか。ちょっと遅めに行ったんですね、うんうん、10時よりも遅めに行ってたんですけど、ちょっと電車突っ込む、朝の電車寝ることなんかないけど、はい、座ったら油断したら寝てしまうって感じ、会社に出ても何も話しかけないから寝てしまう、やっぱ疲れてるでしょうね、家帰ってもすぐ寝てしまう、でもその時期はだんだん ありましたけど減ってたって、で、目も、まあ、出えへんようになってきたし、これやったらゴルフできるんちゃうかと思って、先生ゴルフやっていいって言ったらいいよって言われたのが10月くらいだと思うんですけど、いいよって言われて。
だからこう中心を抗がん剤治療する日を、はい、金曜日をゼロ日に考えて、はい、この辺がいいんじゃん。平日ゴルフ、平日たまにゴルフしてました。水木ぐらいで、こう月曜日からね、1週間超えてここで大丈夫。次のね、確かに。で、うん、ありましたけど、でもあの、まあ、よう喋りますけど、あの、そういう中でも、はい、実は、僕は、高等チームの監督してましたけど、はい、秋は大会なんですよ。ああ、ありますよね。大会なんですよ。夏休みも本当に練習あって、うん、秋は、公式戦があるので、だから実はね、うん、もう休んでないんですよ。え？一日も。その手術してる以外は、手術とか入院してる以外は。え、ちょっと待ってください。ここだったら、手術ですよね、うん。手術、あ、そこは休んでますよ。ここは休んでますよ、ね。どんどん手術とかだけど、抗がん剤、抗がん剤治療をスタートしてから。で、入院してるとこ行けなかったけど、入院終わって、金曜日普通に打ってても、土日普通に行ってた。ぶら下げちゃう。まあ、それは、そうじゃないですよ。別にあの、夏の暑い中。それはね、ずっとやる。ずっと。できてたんですね、うんうんうん、すごい。だから最初は分からないのに福祉もその時出てましたよ多分。いや、悪いなと思ってたんですけど、でも結局それはやめなかったんですよ。ボールが2つに見えるとか全然見えてたんですよ。だから気持ち悪いなと思ってて、だから9月のしばらく本当にその症状出てから2週間ぐらい分からへんかったんで、なんでこんなになってんのか。でもそれが、でもフットボールの練習にはずっと行ってたんですよ。はあ、すごい。それはね、まあ、はい、今から言うと、はい、あ、その時はやっぱり普通やから行ってたし、チーム公式が行ってたんですけど、うんうんうん、今から思うと、要は家寄ってもしんどいなっていうのは分かりました。ああ、まあ確かにね、うん、ちょっと紛らわすんじゃないけど。紛らわすわけじゃないけど、うん、家寄っても何じっとしててもしんどいやから、別にやることやれるんだったらやったらええやんって。まあそれは後でまた言うかも。それはすごく思ったって、はい、当時の話です。はい、ありがとうございます。そこからまた V 字回復のように上がっていきます。慣れるんですよ。あ、これがさっき今の話です。はいはい、今の話ね。うん、こう慣れてきて。だから、それだけ副作用ってありますけど、はい、それだけじゃなくて、あの、いろいろ、ちょうどその9月ぐらいだと思うんですけど、点滴としょっちゅう打つから、あの、消毒するじゃないですか。あ、そうです。で、僕アルコールオッケーだったんですけど、ある日突然バーッと腫れたんですよね。はい、アルコール。そうなるんですね。まあ一回もう高くなって晴れたんで、はいはい、これ晴れたけど、これビール飲んだらお腹の中で晴れんのって言ったら、これ何本がいいかなって言われて、それ以来もう一滴も飲んでない。今も今にいたり。そうなんですか、うんうん、え、だってめちゃくちゃ会食とか多い。あるけど飲まない。そんなん別に会食飲まんでもいいやんという感じに変わりました。へぇー。だから今も飲まない人って。そうなんですね。もともとは全然飲んで飲める人だったけれども、うん、ってことなんですね。うんうん、その日以来、まあ手術の前から飲んでないですけどね。うん、その日にも衣装飲まんとこって決め、物は人が飲んでない。まあ間違えて飲んだり、間違えてノンアルコール持ってビール飲んだって、何回かありました。まあ、何回か1回や2回ですけど、ありましたけど。え、それはもう別に辛くはないんですか？あ、これよりもね、辛いもないんで。それこれより、うん、これより辛いもんはないなと思ったんで、別にそんな大したことじゃない。はあ、すごい。はあ、ありがとうございます。それでちょっとまた、ちょっとだけちょこっと下がるのがですね、こちらになります。できたかったですよ。12回という予定が、はいはい。まあ別にそんな大したことはないって医者言ってましたけど、最後の1回できなかったんですよね。薬物療法が。それは白血球下がりすぎて。うん、十何回でしたっけ？12回予定で、11回しかできなかった。まあまあまあ。まあまあね。先生はまあもう大丈夫で、11回も入れてるから、まあ変われへんわって言われてましたけど、うんうん、まあ嬉しい反面ね。うん、あの、これ終わったな。うん。嬉しい反面、やっぱりできへんっていうのは、あの、ちょっと落ちてる。だからまあそんな落ちてないけど。ね、まあまあ、できるならね、全部やりたかったっていうのはありますよね。そう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 。なんか嫌じゃないですか。うん、この1回できんかったら、ちょっとね、なんか悪いこと起こったら嫌やなとかありますしね。最後の1回正月明けだったんですよ。で、3週間やってたんですよ。その正月だから。はい、あの、普通2週間だけど。そこで3週間。3週間でもできへんかった。やっぱ体力落ちてんのかな、ね、白血球ってどうやったら先生増えるんですかって、増やす方法はないって言われて。そんなやりとりは直接してましたけど、まあそういう感じで、最後に一回できなかったちょっと下がったのはそういうけど、別にその全体としてはプラス、上の方にいるけど、ちょっと落ちた。それだけですね。ありがとうございます。で、ちょっとそこからまたちょっと上がっていきます。1年目以上だし、2年目以上だし。だから、まあ、1年目に絵が描いてますけど、検査は、それこそ、うん、最初は2ヶ月に1回かな。2ヶ月に1回 CT 取ったり、はい、エコーしたり、
MRI、うん、ガン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 の中に入れられたり、カメラよりもそっちやっぱり肝臓ともずっと肺を先生見てましたね。あのリンパに2つ飛んでたからだと思うんですけど。そしたね、そこに飛んでたら、で1年後に初めてカメラ入れて、はい、入れたら、はい、最初にあったどうでもいいポリープがもう一個見つかってあるから、これ取るわ、あこれか聞いてたやつとか思って、その時思い出しましたけど、まあ、それ取ったっていうのはぐらいで、もうそれおかげさまでそれからポリープ一個もない、見つからない、見つからない、今もだからもう今回今はもう当時に2ヶ月が3ヶ月になり、はい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 、4ヶ月になり、うんうん、っていうぐらいが、まあ、嬉しく、あの検査結果で、検査行く前やっぱり1回めげるんですけど、はい、また検査行くんでたとしょうめげるんですけど、やっぱ自問自答してるんですよね、僕としてはね。でめげるんですけど、まあ、でも1回最悪のこと言われてるしな。ああ、まあね。こうずっとか、いつも最後その結論に落ち着かして。でも考えはちょっと変わって、はい、あの検査結果が異常なかったら、はい、安心じゃなくて、はい、次の検査までは何もないって思うんだ、はい、僕の発想として、はい、で検査結果が、まあ、検査2回3ヶ月と、はい、今は半年ですけど、はい、今も検査してますけど、それが終わっそこで異常ないって言われたら、次の半年間はその検査その間には何も起きない、次の3ヶ月2ヶ月の間は何もっていう風に変えることになって、次はまたどうなるか分からへんっていう、こう考えにちょっと変わった。ああ、そうなんですね、うん、でまあだから安心って安心なんですけど、安心だ、次の2ヶ月後は平穏無事やなと、この期間は この期間は、はい、それが下げたら下げたら平穏無事やな。でもだからちょっとこう2ヶ月で OK やったら、なんか自分にご褒美買ってたんですよ、いろんな欲しいもの、いいですね、うんうん、自分にがこの今回 OK やったらこれ買おう、こうやったらこれ買おうと。例えば、ね、大したもんでもない。例えば何に買われました？ゴルフのクラブとか。おー、確かにご褒美ですね。ご褒美。そう。最初ね、実は最初に、はい、あの最初一番ややこしい時に、はい、ややこしくて、なった時に、パッと見たら、宝くじよりもあったから、今やったら当たるんちゃうかもな、方が出て当たりませんでした。当たる気。いやー、これ、がん患者あるあるですね。当たる気もなかった。ちょっとあの珍しいがんになったりとかすると、うん、わ、もしかしたら当たるんちゃうかっていう。当たる気配もなかった。でもそうなんですか。他でも副機関ですけど、それ。ああ、あの患者さんでいらっしゃいますね。はい。ちなみに僕も買いました。当たる気配も。でもね、あの、先ほど言ったように、その検査が、まあ、あ次、はい、もうそれ一切、うん、あ先生にも言われたまま。だから、それからずっとその、うん、まあ、一つの病院に行く。スケジュールを絶対変えないとも決めてるんで、自分で。だけど、今やったら半年間、先の予約なんですよね。同じ手術した病院でね。はい、半年間先の予約なんだけど、はい、半年後のスケジュールを決めたら、もう絶対それは変えないとか。あ、決めてる。自分ではもう。そこ、財政にその辺後悔したわけじゃないですか。そうですね。最初の方ね、過去はね、最初はね。うん、それを、まあ、同じ後悔をしたくないので、もうそのスケジュールは1週間でも2週間でもずらさない。決めたっていうのはもうその辺から、だずっとね、なかったらどんなもんでもご褒美を買う。はあ。あのなんか欲しいもんその時に買う。はい、あとそれとあと、まあ、最初に手術して退院してきた時に、はい、さっきちょっと時間あったじゃないですか。はいはいはい。あの次の、あの抗がん剤する治療するためのだからちょうど7月の後半2週間ぐらいの間に時間あったんで、まあ、僕は日本人なんで伊勢神宮お参りしとこうと思って。伊勢神宮行ったんですよ。その時にね。はい。その時に。はい。で、割と神社、お寺には行かないんですけど、神社通ったらお参りしてるんですけど、まあやっぱり総本山は伊勢神宮やろうと思ってて、伊勢神宮行ったんですけど、これがまたやっぱりね、そこで一回行って、またこう異常なく、1年経つと、うんうん、やっぱり いつも毎年6月か7月には伊勢神宮に行くって。あ、そうなんだ。これもずっと継続してる。そうなんですか。怖くてやめるの。まあじゃあ毎年行かれてるんですね。伊勢神宮は。まあ、関西は近いですけどね。あの車で。東京の人が考える伊勢神宮よりは近いですけど、まあそういう伊勢神宮には毎年行くって決めて、必ず、内宮行って、おかげ横丁で何か食べて帰ってくるって、まあそれだけなんですけど、うんうん、そういう、
こう決まったルーチンが、その時いろいろなぜかキウイ食べるとか、うん、そういうなんかこうルーチン化されたものをやめれなくなった、やめれないというか、まあやめたら後悔するんちゃうかと思って、もう今のことは多分やめへんやろうなっていうのが、まあ、今に至るって感じですね。うん、でもうここに全部出てますけど、はい、まあもう5年だったか大腸が5年ぐらいでしたっけ。そうです、基本的に5年経過して問題なければ大きな病院なんで、先生変わってんですけど、はい、変わってんですよ、手術先生もいなくなって、明細の先生が、明細先生は割と早くいなくなって、手術してくれたんですよ。はい、でその後3人、4人目かな、先生としてはね。で4人目なんで、もう3年目ぐらいからもう5年、6年ぐらいから、うん、まあ、もう半年に伸びてるし、うん、で、母さんどうしますって言われて、このまま来なくても医療上はいいんですけどって言われたんですけど、まあ、まあ、検査、目的で来ることでも結構ですって言われて、じゃあもう検査目的でずっと行きますからって言われて、今半年間、ね、まあせっかくだから消化器だから、はい、胃カメラも検査に追加されて、あ、いいですね、追加されて、だからでも検査いつも半年後僕が決めてるんですよ。で、母さん次どうしますって、これとこれでみたいに自分で、まあ、エコーしときって言われ、あんまりもう CT を取らんときって言われて、うん、X 線とか体入れる、うんうんうん、エコーとかカメラとかにしときって言われて、で、まあ、じゃあ今度は、今度はエコーだったかな。その前、4月は胃カメラなんで、うん、そのまま大丈夫、何もないからって言われて。で、まあ、ね、大腸カメラはもうちょっと前に、1年前、半年前か、ちょっと忘れ、あ、1年前かな、うん、やったときにもう次3年間いらないからって言われて。ボリュームないから、うん、つい3年後には3年後にぐらい、まあ、まあ3年も2年半でもいいんですけど、まあ、気になったらやったり、うん、だからそういう半年間ごとに検査するっていうのはもう多分まあ一生続けるんやろうなと思いながら今に至る。ああ、じゃあ昔と昔のね検査を、うん、そうそう、嫌いな人とえらい違い、嫌いな人とえらい違いですよね。ありがとうございます。そこからですね、ちょっとこの時のちょっと当時のですね、ちょっとお写真などもちょっといただいておりますので、ちょっとだけ見ていきたいなと思います。お写真、はい、こちら。まずこちら。これ治療。これ前ですね。まあ、だいぶ前ですね。どんどん、まあ、治療前というか、元気だ。がんもわからへん、元気な子。真ん中僕ですけど、これチームの写真で、ちょっといい成績残した時に見た。おー、いいですね。真ん中にいますね。多分、手術する3年ぐらい前ですかね。うん、まあ、高校生なんで、その時の手術した時の、子はこの中にはいないですけど、まあ、コーチとかみんなスタッフは知ってるので、うんうん、あれでこういう治療院に毎日入る治療中もずっと行ってたっていう。すごい。いや、それすごいですね、本当ね。でもやっぱ行けたんですよね、はい、食べれたし。だからその辺は、まあ、どこの病院も大きな病院で、抗がん剤治療センターみたいなのが何人かにこう固まってやって、専門的な部屋とかあるじゃないですか。あります、あります。まあ、大体同じ人が前にいたりするんですけどね。まあ、なんか話してたら。母様、そういうのがあるから、なんかこう、割とうまく付き合ってますよねって言われたのは事実ですけど、まあでも僕はそんなんね、初めてでうまく付き合うも何も一生懸命自分のやることしかやってないけど、まあこれは言われて。はい、ありがとうございます。そして次、こちら。去年、はい、その手術終わって、海外出張した時にヤンキースタジアムの写真と、シアトルの、展望台から撮った写真。ああ、シアトルありますよね。はい、そうそう。まあ、病院中の写真撮ってないですよ。実は1枚も。そうなんですよ。治療中のね、なんか写真ありますかって、ちょっとお伺いしたんですけど、それの時の写真はもう何も撮ってない。そうそう。あんま写真撮らないんで。うん。普段から。うん。あんま撮らないんで。そうですよね。まあ、治療中の写真がないっていう方もね、やっぱり いらっしゃいます、いらっしゃいます。だから病院の写真とか全然撮ってない。これはもう治療を終えて、はい、もう海外に元気してますよっていう、まあ、みんなが知ってる、Kindle のメンバーは僕が手術してること知らないと多かったので、今回。ああ、そうなんですね。周りは知ってましたけど、うんうんうん、初めとかも言ってくれて、うんうん、みんなに言われて、そういう意味で、まあ、だから、多分みんなびっくりしてる人も多いと思います。あの人が。ああ、川瀬さんが。そうそうそう、大丈夫なってて。大丈夫なって苦労して、一回そういう経験をしてるんやっていうのを知ってる人は、まあ、今回はみんなに。多分広めてくれたんで、もうちょっと大事してくれるかな。大事に、はい、皆さんぜひ、まあ。してこなくていいんですか。まあ、見ましたよ、みたいな形でね、声かけてもらえるとまた嬉しいな、ということを思っております。ありがとうございます。はい。では、そしてですね、ここからなんですけれども、さまざまちょっと項目ごとでですね、いいですね、はい、ちょっと各テーマごとに伺っていきたいな、ということを思っております。はいはい、まあ、各ね、
ご家族の話とかお仕事の話をもうちょっと深掘りしていく形となります、はいはい、まずはご家族のことといたしまして、まあ、ご家族の中で、うん、まずあのね、配偶者の方だったりとか、また、あの、長男さん、長女さんがいらっしゃったと思いますので。そうですね、長男大学生で、長女高校生です。ちょうど高3、第4、第4か、大学4回と高3やったかな。はい。うん、家族には、例えば、どのように打ち明けてだったりとか、どのようなサポートしてもらってよかったよ、もしくは、こうしてほしかったなと思いました。打ち明けの、その、聞いた瞬間に、そのまま家内に LINE がなくして。もう、外科的手術がいるって言われた。処置がいるって言われた。多分まずそう。あで、子供らにどう言うかはちょっと考えたんですけど、はい、だから本当に結果出た時に、家内と相談したけど、まあ隠してもしゃあないな、言って、はい、もう言うことにしました。はい、普通通り、まあ普通というか、その時にも、ああ、こういう病気やからって。うん、家族会議みたいな。いや、会議じゃなくて、もう別に、そんな、普段通りに病院で入院して、こんなんつながりし、こう、多分こうやからって。言いましたね。まあ感謝してることはそうですね。あのこのうちの奥さんが強いなと思ったのは、はい。まあないちょっとこれ病気になるのがねなって、はい、はい。まあ一言ごめんなって言ったんですよね。多分僕がね、はい、迷惑かけてごめんなって言ったんですけど、それに対して一言それだけはねよく頭のことで謝らんでってはっきり言われたから。ねえ。かっこいいですね、まあ、そういう感じで、まあはい、まあ、いつも厳しいですけど、あこれテレビで YouTube で言うのこれカッて言ってるバレたらまずいやいやいや、まあいいエピソード、まあ、それはよく、まあ、でも家族はだから逆に、うん、まあ、たまに見舞いに来たりしますけど、うん、まあ、ほぼ普通、あ入院中はね、うんうん、でも家帰っても普通通りこき使われてましたからね、お掃除しとけとか掃除せよとかね、あのちゃんと自分で食べたもの片付けろとか、あ逆に普通通りしてたら、ああそうですね、まあそれは多分良かったとは思います。そうよくがん患者さんもね、あの、うん、普段通り接してもらった方がいいっていう形でやっぱりこう特別に接するだったりとかいろんなことをこうね配慮する、うん、もしくは一歩引くとかなるとやっぱりねこうギクシャクしちゃうというか壁を感じてしまうと思いますので、うん、そこは一緒にこうやってもらってよかったということですね、はい。ありがとうございます。はい。そして次ですね、ちょっとお伺いしたいのは、次はですね、はい。お仕事のこと。こちら、お仕事のことについて、やっぱりね、こう管理職でも当時あったといったところで、まあ、メンバーの方たちにどのタイミングで伝えてだったりとか、あとお仕事もね、電話でできることはやってっていうことをあのおっしゃってましたけれども、まあ、そういったところのこう工夫とか、そういったところもお話しいただきたいなと思って。というか、はい。まあ、メンバーには、僕はもう入院するので、はい、こうやから、こういう理由で入院するかっていうのはもう結構早く伝えてたんですね。自分が管理して、メンバーと上司には、はい。あとはあんまり伝えなかったんですよね。でも勝手に広がるじゃないですか。まあそうですね。うん、だから、まあ、それに広がってった感じですね。でもやっぱりこう、別にだから、工夫したわけじゃなくて、まあ、医者が言われたことをそのまま伝えて。そのままみんなに伝えて。みんなっていうか、まあまあ、伝えて。ああ、みんな、自分のメンバーに。なんも勝手に広がってて、お客さんにも知ってる人は、みんな知りません。ああ、そうですね、うん。そういう感じで。まあ、で、あの自分から言うわけでもなく、当然なんか、みんな、こういうの広がるでしょ、じゃあ、それに、流れに任せてた。でもやっぱり、あの、仕事っていうか、仕事っていうか、あれだろうね、わかるんだけど、はい、手術するときに、やっぱり、ちょっと今日持ってこなかった、はい。忘れてしまって持ってこなかったんですけど、はい、すごいこう、色紙っていうか、いろいろ貼ったものをもらったりします。ああ、いいですね、うん。それはね、やっぱ今もずっと置いてある。ある人は、あの、お守りを送ってくれた人もいるし、あのそういったのはね、やっぱり、ありがたいなと思って。ああ、いいですね。そういう色紙とかね、みんなからメッセージとか、嬉しいですよね。で、仕事は、まあ、あの、たまたま管理職だったんで、はい。管理職たまたまで、もう、はい、もう、がっつり。その時は管理職だった。はい。管理職でも、ちょっとこう、直接、ちょっと、下に部長もいる感じだったんで、はいはい、だから、まあ、ガリガリこう現場に行かなくてもよかったってのは助かりましたね。まあ、指示を出される側ですもんね。出したらいいし、まあまあ、あの会社にいてたらいいっていう感じも多かったので、うんうん、まあ、こう行かないといけないとか言ってましたけど、うん、まあ、助かりましたね。で、抜け毛なかったんですよ、あんまり。抜け毛多かったですけど、うん、見た目はそんなわからなかった。
回も気にしなくてよかったし、うん、そういう意味では、まあ、その、できることを、普通通りやってた、うんうん。ただ、お仕事で、その、手先のしびれとかあったりとかすると。それはね、もうその頃は全然ない。ああ、そこはもう大丈夫。手先の足はしびれてましたけど、今もしびれて。手先はもう最初の、本当に、だけったように、その、副作用って、手先がもう全然あかんときは、最初だけで、うんうんうん、あとは手先は全然なくて。慣れてこられてましたね。目が次来てとか、まあ順番でいろいろあったんですけど、あの、そういう意味では苦労はあんまり、その時間だけですね。でもそのうち先言ったようにこう流れがわかるじゃないですか。はい、でここ、まあ先に医者行く日はこの日で、この日はしんどいけど、この日はもういけるでと。なんだね、パターンが。そういうパターンを、まあ使いながら徐々にこう、増やしていったって感じ。はい。カースさん的に、うん、その、じゃあ、部下というか、うん、あの、もう、社員側が、こう、病気になりましたって時に、うんうん、なんかこう、管理職としては、うん、こういうふうにしたらっていうのはあったりとかしますかね。だから、あの、さっきもこう、話しながら話してますけど、はい。家にいてもしんどいんですよ。はい。で、まあ、僕らは、休み休みって言ったら、休んでしまうじゃないですか。休みます。はい、休みたいです。休みじゃないですか。でも、仕事もしたいと思う人もいるので、中にはね、いらっしゃいますので、あんまりそういうこと言わないようにしよう。できることやったら、おー、僕の感想ですけど。確かにね。だから、はい、それは休みたいと思ったら休みならいいんですけど、うんうん、だからといって、例えば、まあ、なんかあるプロジェクトリーダーしてますっていうのを、できへんやったら変わってもらわなあかんけど、できるやったらやり続けたら。例えば、ここで部長してますって言っても、うん、まあ、できるんだったら考えようかって言って。聞いて、例えばもう、いや、実は治療しないといけない。でも今普通やん。たら、今の通りやってたら、そこで病院行ってね、最優先で。でも、本当にできるんだったら、また考えようか。だから、こう、休み休みって言うと、休んでもいいとしんない。そうですね。いや、それ本当に、もうこれも患者さんもね、休んで、あの、まあ、それ体は休まっていい時もあるんですけれども、ずっとがんのこととか病気のことを逆に考えちゃって、気がめいっちゃう人たちも、僕は思いました。だから、あの、別に強制するわけじゃないですか、ね。うん。その方がやりたいことをこう応援するってことですね。そうそう、そのまま、通通り。だから、長引くとがんなんで、まあ、今から言えることですけど、はい、なってること分からへんような病気ということは、聞いたところで、同じことはでき明日もできるわけですよ。ね。はい。あの、だから、できることは、まあ、それ気が滅入るし、あるけど、まあ、やるんだったらやった。っていうスタンスです。ありがとうございます。いろいろね、お仕事のところ、はい、工夫されているところとか、ね、はい、あの、メッセージいろいろありがとうございます。次、ちょっと、こちら、はい、ちょっと、たくさん入ってたんで。ちょっとリアルな話になっちゃうんですけれども、はい、あの言える範囲で全然大丈夫なんですけれども、どれぐらい治療費ってかかったんですか？ざっくりで。いろいろ書いてたら分かんない。正直言って、あの、はい、いや、まあ高かったなと思いましたけど、手術は50万、100万かかったなと思いましたけど、入院試合入れてね。で、あの、一番高いなと思ったのは、月2回の、あの、2週間に1回の、はい、あの、抗がん剤治療って、はい、1回。10万出しなっちゃうかな、多分と思ったんですけど、でも、まあ、当時 IBM でしたけど、憲法は割と返ってくるんで。ああ、そうですね。学療制度とかいろんな、ね。別に、あの、そう、あと、保険入ってたんですよ、結構。結構、ほう、それちょっと気になりますね。まあ、普通に生命保険1個入ってたんですけど、はい、多分入社の時に、ふっと入ったがん保険、アフラックも言うていいかね。アフラックのがん保険、はい、もう掛け捨ての、はい、がん保険に入ったり、はい、出たりとか、なんか、よく分かってない医療保険に入ってたりとか、後で分かって。実は入ってたみたいな。もうちょっと、結構あの、アフラクなんか、特に最初になった時にいろいろ出るじゃないですか。そうですね、一時金とか出るやつもありますよね。はい、だから、あの、はい、あんまり苦労してない。っていうのは正直。いやいや、いいと思います。それはちゃんと保険で、ちゃんとお金払ってますからね、そのためにね。うん、そうそう、そのために払って。じゃあ、一個だけ保険で、ちょっとここの時の話じゃない。一つだけエピソードで言うとすると。はい、お願いします。はい、生命保険の切り替えのタイミングが、うん、その、がんの手術して、2年後か1年後ぐらいにあったんですね。はい、切り替えのタイミングが。切り替えのタイミングが。はい、あります、ね。で、まあ、まあ、年も年だし、いろんなこともあって、はい、今の、毎月払う金額を、今のままにして、保証を下げるか、保証をできるだけ同じにして、金額を上げるか、うんうん、っていう、そういう選択肢を
言ってきたわけですよね。言ってきたんですよ。で、かさ、家族っていうか、まあ、家内と二人で相談して、どうするって言って、まあ、毎月倍ぐらいなのかなとか。まあ、そうなんです。結構ですね。あ、そう、そうだったんですけど、確かに倍、まあ、そうだったんですけど、あ、どうしようって。結論は、あ、それも5分、10分ぐらいで出た結論なんですけど、はい。金額を保証を一定にして、保証を下げて、あって、下げ方が公開するよりも、はい、保証はそのままにして、はい、金額倍払って、うん、ああ、無駄に終わったって思う方が、どっちの公開がいいかって言ったら、まあ、後者の公開の方がいいかなって言って、そういう発想です。そういう発想。僕はそういう発想です、ね。僕はそうです。わかりますよね。あ、でこう同じ後悔するんやったら、後悔するシーンをちょっと思い浮かべて、はい、ああ、もうなっても、私保証も下げても、パワーって、まあ全然保証の額とかでいいんですけど、いうよりも、あ、この保証、結局この倍ぐらいお金無駄に終わったなっていう後悔の方がいいかなって言って、うんうんうん、まあ10分ぐらいで決まったのが、後者にしよう。そうですね。まああの、それ笑いながら喋ってましたよ。うん、こうやって、こう、飯食いな、何でしょう。究極の選択やない。そういう意味ではお金あんまりその保険がいろいろ入ってたので、うんうんうん、それでもう全然カバーできたってことですね。カバーできたのはラッキー。私は憲法の制度が良かった。健康保険の制度が良かったのは一番。じゃあ保険の選択もね、そのどっちが、うん、そうそう、まあ保険の選択なくても健康保険って結構いい。返ってくるんですよ、高額分。だからそんなにこう、うんうん、深刻にはならなかった。ですね、うん。ありがとうございます。そしてですね、じゃあちょっとこちら、辛かったこと、体、心とあるんですけれども、それぞれもお話しいただいたら大丈夫です。他に追加ありますかみたいな感じだったので、今、そうですね、ここ、メンタル面もそうですよね。すぐ。だからやっぱり、されて最初言われて、さっきも言ったけど、後悔ばかしてるんですよね。もっと早く食べなかったとか。うんうん。あの、なんでここでこんなしてんかったんやろうとか。っていうことは、まあ、見えてましたね。ね。そっか。それはやっぱり、この手術受ける前、はい。3B って聞いた後、さっきの下がってる時にはそういう時間がやっぱ多いですよね。うんうん、あの、ちょっと抗がん剤のあれはちょっと別ですけど、うんうん、まあそういう時間多いし、やっぱり検査前には不安になりますし、うんうん、なってましたし。まあ、今もそれは検査行くの嫌ですよ。半年前、半年間の、まあ、さっきの感じですけどね。まあ、何回も、やっぱ葛藤しますよ。2、2、3回。ああ、そうなんですか。今でも。もうカメラって言ったような、半年前とかね。いまだにね。半年間でありますから、今ね。検査、高校で、じゃあ次行こうって言われるんですが、胃カメラと、胃カメラ言うたいなと思いながら。嫌ですけど。あ、そうなんですね。うん、うん。だけど。まあでも、まあ、こう葛藤はしながら、まあまあ、やっぱり、もう医者は変えないと。うん、予定は変えない。予定は変えない。うん、そこはじゃあしっかり自分で管理されてということですね、うん。ありがとうございます。じゃあ次ちょっとですね、こちら病院や医療者、まあ明細のね医療者、あのお医者さん。いやいや、もうそれはもう感謝しかない。感謝しかない。そうですよね。うん、もう本当にもう、まあ、最初にまあ見つけてくれた先生もそうだし、手術してくれた先生もそうだし、うん、まあずっとかかってくれた看護師さんとか、もう感謝しかない。そうですね。病院の選びも、まあ、ご自身のね、その、もともとある病気で。そこやったら、他の治療もある、あの、その薬もどうするか決めれるから、もうそこにしてって決めてるし、うんうんうん、あのセカンドオピニオンとかも聞く間もなく。あだから、感謝って言ったら、さっきじゃないですけど、本当にすぐ決まったんですよ。手術日が先決まって。決まって。検査がその、で、検査があって、そうそうそう、検査のスケジュール全部入れられて、うん、まあ、それが、まあ、すぐ決めてくれたっていうのも含めてもう感謝しかないですよ。逆にじゃ あ, あのその今経過観察中で、うん、その明細の先生はすぐもうねいらっしゃらなくなったっていう お話ありましたけれども、うん、その医療者が変わったらその後また新規でコミュニケーション始めないといけないっていう患者さんたちがちょっとまあちょっとそこが大変だったわっていうことあるんですけれども、でもその場合はあのないことを確認してるレベルなので、うん、はい、あんまり気にならない。うん、その今悪いことをこうやってるあれじゃないじゃないですか。まあそうですね。ないことを確認してるっていう検査なので、はい、そこはまあ変わるよって言ってくれて、次こいつやるから、総会もしてくれて、うんうん、最初の方はね。で、もう今は半年なんで、まああんまりそこは僕はもう気に、うん、病院が一つだし、うん、変えてないし、気にならなかったっていうのは正直なところです。うん、
ありがとうございます。そして、次こちら後遺症のことといたしまして、今まあさまざまなね、副作用は先ほど出たということをお話しいただきましたけれども、うん、今も何か残ってる、足の指先はずっとしびれる。あ、やっぱ足の指先はもうずっと残ってるんですね、はいはい、でもまあ厳密に言うと多分ちょっとしびれてるんですけど、あんまり一気にならないですけど、足の指先はまあ割とジーンとジーン、ずっとジーンとしてる。なんか皆さんおっしゃるのはなんか正座して立ち上がった感じみたいなことをおっしゃってそこまでひどくないけど、そうです。それのつま先板、そう、つま先板、つま先だけ、爪先だけ、指先だけ、指先だけ、はい。じゃあ靴下履くときとか靴履くときにちょっと苦労はしないですけど、うん、ジーンとしてるなって、苦労はしてない、うんうんうん、あの慣れましたし、じゃあもうあとは慣れちゃえばって感じですね、はい、でも早くから言われた、それ取れへんと思うでっていうのはもう、うん、さっき言ったもう前の名産の先生が早めに言った。じゃあ今はそれぐらいと言ったところですね、うん、ありがとうございます。次にちょっとこちら過去の自分へってあるんですけれども、まあもしどこかの地点に戻れるとしたらどういうアドバイスするか、もしくはどういう行動を取るか。もう早く検査を受けてるけど、ね、死ぬほど今のね今の話だけど、そうですよね、ステージ3に、ね、いやいや早く検査を受けてるけど、ポリープ取ったら何でもなかったんやろって言われたらその通りですね。うん、もっともっと早く県から検査を受けとけよと。いやもうそれにつきますよね、カスさんの場合は、うん、はい、ありがとうございます。そして、次こちら、キャンサーギフトなんですけど、キャンサーギフトってまああの馴染みない言葉かもしれないですが、癌になってまあ癌になってね、あの良かったとは言えないけれども、あえてこう得たもの、得たことって何ですかっていうことをお伺いしてるんですけれども、あえて言うと得たこと、得たもの、何ありますでしょうか。そうですね、みんなこういう経験って、まあ、さっき言ったように国民2人1人になるとか、そうですね、今は、はい、1人の複数回になるとか言われてますけど、はい、まあ、それを経験できたっていうのって、まだ普通に戻って普通にもうそれでやっぱり分かんないじゃないですか、なる前って。でなかなかね、はい、あとどんなずっと入院してるのかな、いろいろそんなことも思うじゃないですか、はい、でも実は普通に行けるし、うんうん、でもやっぱりこう人はいつか死ぬんやっていうのはやっぱり何回も思ったことで、じゃあ、まあ、まあ今やることやっとくかということを、うんうんうん、まあ、前からそういうタイプでしたけど、より強くなったっていうのは、できることをでき、今やれることは今やってると思うんじゃっていうふうに思うようになりましたね、うんうん、まあより死を意識してっていうこと、まあ死を意識して、やっぱり死に方って考えたんですよね、はい、自分その結構死ぬって人間はいつか死ぬんやから、はい、まあ、自分で自殺する以外はいろんな死に方あるとすると、うん、大きな病気でいくと、うん、ああ脳梗塞とかみたいになって、うんうん、まあ、死なないまでも半身不随とか、言葉喋れないけど言葉出ないとかっていうケースもありますよね、はい、体元気やけど認知症になったらもう、まあ、分かんないですよ、僕なんて分かんない、いろいろ死に方あるんだけど、がんってこういうこと感じかと思ったら、あ、がんってある程度折れんねんなとか、まあでもそれはまあちょっともうちょっとありかもしれないけど、まあ何を直したかって言ったら、今やること早くでっていうのと、うん、まあ、検査は終わる方がいいでって。で、あと、あの、でも、究極は、まあ、ちょっと最後に言うかもしれないけど、あの、変えれるのは未来だけなので、うんうん、過去はいくら悔やんでも変えれないので、なんでこうなったんやとかって、いろいろ考えても、どうしようもないので、まあ、なったらなった時の、次のことが、前のことを考えようっていう、まあ、そういう思いが、まあ、前から強かったんですけど、より強くなったときに何は言いましたね、うん。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次ですね、夢なんですけれども、今後の川瀬さん、まあ、お仕事でもプライベートでも何でもあの構わないですけど、今後どういうふうに、何だったか変わらないですね、まあ、ナウヒト系チームの日本人だったらいいのなと思いながらやってますけど、うん、なかなかそううまくいかないんですけど、まあ、仕事じゃないですけど、まあ、フットボールチーム、フットボール好きなんで、うんうんうん、まあ、フットボールコーチって楽しんで、もうずっとできるかな、続けられていくっていうのが、そうそう、それがいいなと思って、いうのが一つ。夢っていうか、うん、もうそうですよね。あの、抗がん剤のボトルぶら下げてもグラウンド行ってましたからね、夏の暑い中。いや、すごい、本当に。まあ別に行って、もう、フットボール見たことあるって言われましたよね。あ、そうです、僕も高校が、ね、あの強いところで、ね、はい、あの、ね、あの結構、ね、ライスボールも行ったりだとか、はい、しました。まあ、ちょっと、こう、この手術から治療中に変わったことが。で僕はあのこうコーチだけど、グラウンドの横にいるコーチだったんですけど、周りとね、はい、あのまあ役割、その期間
まあそれは多分しんどいやろってみんなにチーム言われて、うん、あのスタンドの上に行ってこう指示出す役割があるじゃん、あるんだよね、はい、そこに変わったんですよね。おお、だからそこ、だからそこに変わってから別にあの、がん治ってから割とそこにいる時間が長い。ちゃんと試合中にね。あの、上からこう見て。ヘッドコーチ、ね。そうヘッド、あのヘッドセットつけて下に言うっていう役に、はい、を、それまで全然ちょっと下にいたんですけど、それを、それ、その1年、あの、そのシーズンはずっと上にいましたね。ああの、で、それから割と上にいることも多く。今そういう。まあ今ちょっとね、人数も少なくて、今はまた下にいたりするので、まあ今は別に影響ないから何もないんですけど、うんうんうん、あの、その時はやっぱり、目もね、うまく見えへんかったから、その、メガネかけて、ね、気分、こう動いた気分悪くなるから、できるだけ遠いところでとか、なんかそういうこともあって、上にいた時間、工夫、はい、やったことっていうのは変わった。もうまあ、夢はそうですね。ボールが投げたらいいのかなと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。その様々な話をお伺いしてきました。ちょっとだけインフォメーションを入れさせてください。はい。ですね。この配信などですね、アフラックさんや IBM さん、そしてアイタンさんにも、ご協力いただいております。ありがとうございます。そして、ガンノートのですね、今までの配信が、ご本にもなっております。まあ、手に取って見やすいような形になっておりますので、ぜひお手元にちょっと取っていただけたら嬉しいなと思っております。また、この配信、もし、皆さんですね、チャンネル登録や高評価、コメントなどですね、で応援してもらえたら嬉しいなということを思っております。ぜひ、まだチャンネル登録してない方は YouTube のチャンネル登録してもらえたら嬉しいなと思います。といった中で、もう最後の最後になっていくんですけれど、今闘病中のあなたへというふうな形でですね、この配信結構、やっぱ治療中の患者さんたちがこう見てくださって、もう見通しとなるね、こうやって川瀬さんのような方を見て、あ、このような形になっていくんだなっていうふうなところで見られていますので、ちょっとその川瀬さんからこう、ぜひ一言いただきたいと。持っております。カズさんですね。はい、じゃあお医者さんの言うことは僕はほとんど聞いてました。うん、疑いを持たずに。で、僕は医者でもないので、お医者さん医療情報は Google で調べたぐらいなので、そういうのはあんまり出さずに、やっぱこう今日言ったことも僕から言うの、うん、僕のケースなので。それがマルキンマネできるかどうかは、やっぱ自分でやるしかない。ただ、と思いますと。ただ、さっきも言いましたように、普通できることは、普通通りやった方がいいんじゃないかな、とは、ずっと思ってて、今、まあ、立場上そう、聞かれるっていうのも同じ答えをすると思います。うん、できるだけ、いや、働くとできるだけ働いたかったら働いたら、今の役割も変えずにできるんちゃうとか、そういうことは言い続けると思います。だから、皆さん、それぞれしんどさとか、抗がん剤の内容も結構変わってますし。そうですね。進歩してますし、ね。逆に言うと、副作用の出方も全然違いますし、はい、ケースは一人一人違うので、そんな違うケースもあると思いますけど、過去を悔いてもしょうがないし、終わったらまた普通の生活が戻るわけですから、そこにこう、変に制約かけない。で、また逆に言うと、そういうことを聞いたら、まあ、会社の管理職とか、そういう人もそういうふうに接してあげるようになってほしいなと思いますし、逆に何でも相談、まあまあ、僕は YouTube に出るときはまあ一般ですけど、社内はみんなあれなので、相談に来てくれて、そういう活動をちょっと始めてるので、そういうコミュニティも作って、まあ、だいたいみんな同じように言ってます。でも、そういうことも、できると思いますから、過去食いないように、今前に進めることをいろいろ考える、うん、まあ、さっきの話じゃないですけど、物二つに見えるんやったら、こんなこと外したらええやんって発想は自分で考えただけなんで、でもそれで気分は全然悪くならなかったんで、そうですね、見えないんです。素晴らしい、見えないんです。全然見えないから。そう。そういうことは自分で考えてやってた。ありがとうございます。ちなみにこのね、Kindle 様の社員様の皆様向けに、そのさっきの、相談できるっていう風な形だったら、ちょっとご紹介とかって口頭で構わないんですけど、なんか作られ、コミュニティが、コミュニティが、もうみんなに広げてますので、参加しますって言ったら誰でも入れます。で、これは単に本人がなっただけじゃなくて、家族がなられてるとかっていう、ケースでも相談乗れますので、皆さんどうぞ。そういうコミュニティがあるってことですね。はい、あるので、ちょっと、
分からなければメールいただけたり連絡いただいたらご紹介しますから、で、まあ、入ったらいろいろ情報交換するだけでも、うん、あ、最後言い忘れましたけど、やっぱり自分がやったことを聞いてもらったら安心するんですよね、同じ立場の人に。会社も一緒でしょ、会社も一緒で、あ、でもこういう人たちはこういうふうに苦労したんやとか、こういうふうな思いやったんやっていうのは、こう意見交換するだけで、それはやっぱり僕もそうです、安心するので、だからそういう場に会社ではあるので、ぜひ活用してください、はい、お願いします。ありがとうございます。そして河瀬さん、一言いただいているやつがありましてですね、こちらになります。本当に過去は変わらないので、まあ、何しかならないって言いますけど、まあ、もうやることはやったらやることしかないし、と自分で変えることはできない、難しいところが多いから、気持ちだけでも自分で変えれるから、まあ、前向きにやったらいいんじゃないかなと思います。何しかならへんだ、そういうことで、別に前向きに未来のことを、これから先のことをやってればいいんじゃないかと思いますので、2人に1人、もっとか多いかもしれないですね。なられた方も、こう、それに自分に悲観することなく、一緒に生活、仕事できればと思いますんで、そういうメッセージになればと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。いやー、母さん、本当に今日、ね、なんか今日はお話しいただきまして、いかがでしたでしょうか。僕結構ガンノート見たんですよ。はい。今回出るにあたってね。ありがとうございます。皆さんもっと苦労されてるんで、大したことないな、僕のと思って。なんか悪いなと。なんだ、あの、変えたけど、本当、半年間ぐらいの山谷。いや、このね。半年間の山谷なんで。これが結構人を見たら、3年とかの、何回も再発とかあったから、なかったので、まあ、3B って結構、重たいんだと思ったんですけど、はい、まあ、あんまり慎重に来たとは思うんですけどね。でも、まあ、そんなんで参考になるかなと思いながら、ちょっと出るよって言ったものを見ても、みんなすごいな、こんなんだ。いや、そんな、もう、そんな全然、比較とか全然なく、もう本当に川瀬さんのこう仕事をね、しつつも、アメフトのね、はい、こともやりつつも、しっかりこう治療全部完遂されて、今こうやって元気にこう出られているっていうのが、きっと今の患者さんのね、見通しとなると思いますので、はい。またこの、見てくださっている方も、そういうふうな思いで、こうね、見たりだとか、ちょっとでもクスッと笑ってもらえるように、配信できたらなと、これからも思っております。はい。それではですね、これにてガンノートオリジン終了していきたいと思います。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、お疲れ様です。バイバーイ。